で、まあ痙攣はなくて、いつもと変わりない、いつもと変わりないです。体重をお願いします。昨日ってあれ、痙攣起きる前にもご飯済んでたんですよね、夜は。夜普通に食べて、食べてそれから起きたんだよね。トイレもして、寝るかな思ったら、痙攣。その後、一般状態じゃないけど、排泄物は、うんちをしっこしてますよ。してます、夜中に。夜中にしてますよ。朝はご飯はまだ食べてない。食べてます。食べてません。はい。わかります。寝る前に食べます。寝る前にまた食べてるの？食べてる。いつもそうなんですか？はい、3回にしました。あ、3回なのね、はい、いや、いいですよ、3回の方がいいですよ、もう落としたから、うん、2回よりも。夜は半分ぐらいです。うん、あ、半分ぐらいってのはいつもの半分のこと？はい。あ、じゃあちょっと少なかったってこと？夕方は、はい、いつも通り食べて、夜は半分でやめてしまう。ああ、なるほど、そういうことね。はい、じゃあね、お昼までお忙しいですね。はい、じゃあ12時ぐらいに迎えに来てください、はい、それでちょっとここまででできる範囲の検査をちょっとやらさせてもらいます。はい、よろしくお願いします、はい、失礼します。はい、お願いします。はい、パッチンでこう。